ビデオの中で覆面をしたイギリス英語の男が殺し脅しイギリスを嘲笑いますちっぽけな島の指導者が我々を脅すとはおかしな話だ第一容疑者はこの男だという話ですシッタールタダールロンドンのヒンズー教の家庭出身でイスラム教に改宗しました イギリスにいた頃シッター・アルタ・ダールは狂信的な面を隠しませんでしたテレビ番組でいわゆるイスラム国を擁護しこのカリフ聖国家に参加したい思いをあからさまに示してスタジオをかき乱しました今やカリフ聖国家がある多くのイスラム教徒がそこに集まりたがるだろう妹のコニカ・ダールさんは今日ビデオの声を聞いたときショックだったとロンドンで話しましたビデオは私の記憶にある兄の声に似ているとは思います でもあの短いビデオをじっくり見た感じではよくわかりません。兄がイスラム国の一員だということをなかなか受け入れられないと言います。兄を失ったことさえとてもつらい。まだ兄だと思っているので認めたくないくらいです。兄がイスラム国にいるとか全くの別人になってしまったなんて信じたくない。 非合法組織アルムハジルーンの消息筋は BBC に声の持ち主は間違いなくシッター・ルタダールだと明かしましたイギリスの情報機関はビデオの人物の目や音声の分析を行っています 2014年9月、ダール容疑者はアルムハジルーンの一員としてテロを扇動した疑いで逮捕されましたパスポート返却を条件に保釈されましたが24時間以内に長距離バスでパリに向かいそこから自分の子供4人を連れてシリアへ向かいましたこれはダール容疑者が銃を片手に赤ちゃんをもう片方の手に抱えてポーズを取る写真ですソーシャルメディアには逃走を防げなかったイギリス当局を嘲笑うメッセージを投稿しました アブ・ル・メーサと自称しておりイスラム国での生活に関するオンラインガイドの著者でもありますこのショッキングな最新ビデオで再び人はなぜカメラを前に人を殺しイスラム国の広告塔となってしまうのかという点に注目が集まっていますシッダー・ルタダールのルーツは東ロンドンのここウォルサムストーンにあります イギリス人男性が再び、いわゆるイスラム国のプロパガンダの顔となり、インターネットの視聴者に向けて殺しの指揮を執っています。